ただビ日本史へようこそ。はい、今回はですね、私日本史の矢崎生がお送りします、えー。マース対策日本史立教編の6回目ということになります。えー、まあ、立教シーズンもこれで最終回ですよ。では、行きます。えー、生後問題の続きということで行きます。一、えー、1番目です。えー、では早速行きましょう。えー、石原シェ郎内閣の時の出来事として正しいものはどれか。 AD から一つ選び、その記号をマークせよという問題です。じゃあ A から行きましょう。はい、女性参政権を認めた新選挙法、衆議院議員選挙法改正が公布された。B、8時間労働制度の労働条件の最低基準を定めた労働基準法が公布された。C、マックスターに命じられて認識デネストが中止された。で、持ち株会社などを禁止する独占禁止法、確保指摘独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。 が施行された。はい。では、今回正しいものを選んでいくことになります。では、5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では、いいでしょうか。では、早速行きましょう。えー、まずですね、えー、早速いきますと、答えは、はい。A。ということになりますね。はい。えー、これ、えー、1945年なんですね。 はい。えー、ご来改革指令ですね。はい。ではですね、えー、早速、その後を見ていきましょう。2位。8時間労働制ですね。などの労働条件の最低基準を定めた、労働基準法ですね。が、交付された。これ、えー、第一次吉田内閣の時です、えー。第一次吉田内閣、労働基準法は、1947年ですね。 はい。よって、えー、これ、バスということになります。はい。C、えー、マッカーサーに命じられて、ニージ・デレストが中止された。はい。これも、第一、吉田内閣です。これも、1947年ですね。えー、の、まあ、2月1日のストライキ、その直前ということになります。だから、バスです。はい。そして、D、持ち株会社などを禁止する独占禁止法が施行された。はい。これもですね、はい。 同じく第一吉田内閣。同じく1947年です。だから、バスということになります、えー。よって答えは A ということになります。2番目です。直党国産軍事裁判ですね。いわゆる東京裁判に関する記述として、正しくないものはどれか。今回は誤っているものを選ぶことになります。A、天皇は先般容疑者に指定されなかった。B、最近性については裁かれなかった。 えー、そして C、東条英機ら7名が公式へとなった。D、BC 級宣判の被告として28名が起訴された。はい、それではですね、5秒をげますから考えてみてください。どうぞ。はい、では早速いきますね。えー、答えはですね、えー、ドン。はい、でーってことになります。まずですね、 今回この BC 級戦犯ではなくて A 級戦犯なんです。まず BC 級戦犯はアジア各地で裁かれてます。で、東京で裁いたのが A 級戦犯ってことになりますね。なお、A 級戦犯と BC 級戦犯の違いですが、A 級戦犯は、これはですね、平和に対する罪ってやつなんですね。平和に対する罪っていうのは何かっていうと、 まあ、戦争になるように国を導いた人です。それに対して、BC 級戦犯は通常の戦争犯罪です。例えばですね、撃てーって現場で命令した人が B 級戦犯です。撃てって言われてバーンと撃った人が C 級、つまり実行犯が C 級。命令出した側が B 級です。で、A 級は、はっきり言えばそういう細かいことがね、全く分かってなかったとせよで、日本が戦争になるように導いた、例えば、 三国同盟を結んだ外務大臣の松岡洋介だとかですね。えー、そういう人々も全部永久戦犯です。わかりましたね。だからそれは平和に対する罪ということなんです。はい。一応、えー、選択肢の A を見ていきますが、天皇は戦犯容疑者に指定されなかった。これは GHQ の意向があってですね、えー、天皇を利用して、えー、日本の、ね、統治しようと考えたという節があるらしいです。えー、B ですが、最近戦については裁かれなかった。まあ、これですね、731部隊というですね、 いわゆるそういうふうな最近兵器を開発した部隊があるんですけど、あえてこれは、それを裁かれずですね、えー、逆に言うとその研究成果をですね、えー、まあアメリカがですね、持っていったという話があるんですね。はい。そして、えー、C は有名どころですね、登場兵器らが公式、これが丸です。えー、なお,お、死刑になった日がですね、えー、実はですね、えー、12月の23日なんです。 で12月の23日というのは何かというとですね、当時の皇太子の誕生日なんです。えー、当時の皇太子、えー。今から言うと前の天皇ですね。えー、いわゆる平成の天皇ですね。の天皇誕生日に当たる日なんです。なぜかというと日本では天皇誕生日は祝日ですよね。でえー、当時昭和天皇はですね、まあ、先輩になるならないかかわらず天皇を退位するという話があったんです。 そこで意図的にですね、次の天皇の誕生日に死刑にすれば、その国民は祝日が来るために死刑にしたしだということで長く忘れないと GHQ は考えたんですね。ところが結局昭和天皇は退位しなかったんですよ。そこで昭和という時代が長く続いたためですね、結局、えーまあ、その次の天皇、平成の時の天皇の誕生日に、 永久戦犯を死刑にしたということは国民のほとんどがもうね、知らないとか忘れてしまってるいる事態になって、現在はもうね、令和になってしまいましたからね。もっとわからなくなってしまったという話があるんです。ちなみにね、もう一つポイントですけど、ついでにですね、この死刑になった場所に現在有名な建物が建っているの知ってますかそうです。池袋にあるサンシャインなんですね。えー、あそこがもともとですね、えー、そういうね、えー、ところがあったわけですね。はい。ではですね、えー、次の問題に行きます。三、えー、番目です。 えー、農地改革に関する休日として、えー、正しくないものはどれか。A、えー、第一次農地改革では、小作料を勤労化することに決定した。B、第二次農地改革では、財存地主の貸付け面積を5兆部に制限した。C、第二次農地改革では、農地委員会の委員は、地主さん自作農に小作5の割合と定められた。 で、第二次農地改革は、自作の創設特別措置法をもとに行われた。はい。ではですね、えー、正しくないものを一つ選んでみてください。では5秒上げますから、どうぞ。はい。では早速見ていきましょう。ドン。今回はですね、A、B です。はい。えー、第二次農地改革ではですね、えー、5丁部が、はい、1丁目の誤りです。 えー、なおですね、えー、実は1丁部じゃなくて5丁部の時もあるんです。それが第一農地改革です。第一農地改革は5丁部なんです。でも第一農地改革は途中で終わってますから完全にね、実施はしきってないです。よって、なるべく第二農地改革のこちらで覚えた方がいいです。ちなみにですね、はい、北海道は、まあ土地が広くて安いので、 4丁部までからったんです。これは例外です。北海道は4丁部なんです。いいですね。はい。さて、えー、では、次の問題に行きましょう。4番目です、えー。財閥の復活を防ぐために取られた措置に関する記述として、正しくないものはどれか。A、持株会社整理委員会が、全持株会社や財閥家族の保有株を買い取って購買した。B、 巨大独占企業を分割するために、過度経済力集中排除法が制定された。はい、C、銀行融資を推いて、系列企業間で連携する企業集団への編成外が目指された。で独占禁止法が制定され、将来に至る独,独占の防止が目指された。えー、では、この中で、えー、誤っているものです。今回ね、えー。一つ選んでみてください。では、5秒を上げますから、どうぞ。 はい。では、行きましょう。では、答えは、ドン。えー、この C いうことになります、えー。このですね、企業集団、通称グループというもの、これはですね、60年代の解放経済体制の移行への対応です。えー、1960年代まではですね、えー、とりあえず、まあ、あまりこう、巨大なこう、独占は良くない、良くない、良くないってですね、えー、特にですね、いわゆる、 一つのものが独占していて、あと、それ以外が市場にね、金持ってない状況、貧富の差が激しいのが、戦前の状況だったんですね。例えば、地主と小作人。同じように財閥とそれ以外。そうやって皆さん、いわゆる貧しい。だから、日本で物が売れない。国内購買力が落ちているから、外に行く。外に市場を求める。これがある意味、対外侵略の一つの要因とされたんです。だから、戦後、まず一つは、小作人を解放し、ある程度物が買える購買層を増やす。 えー、そして、一極集中のね、えー、いわゆる財閥とかもやめていくと。いうふうな方向にしていったわけなんです、えー。ところがですね、60年代になりますとですね、開放経済体制の移行と言いましてですね、これ何かというとですね、日本は戦後、まあはっきりボロボロの状況で、外国のものをバン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 入れてしまうと、日本の会社がすぐ買収されちゃうとかですね、えー、日本の中にどんどん外国のものが安くていいものが入ってくると、日本の産業はダメになるの 例えば貿易をね、あ輸入ある程度ストップできますとか、えー、それからね、外資産業が入ってくることをね、あまり認めてないとか、あったわけです。えー、ところが、えー、1963年にまずですね、日本は g ッ t 1 1条国というものに移行します。えー、この結果ですね、えー、いわゆる貿易が自由化するんです。えー、貿易が自由化していきます。えー、そしてですね、1964年になりますとですね、 えー、IMF 八条国というものに移行し、えー、為替が自由化され、そして同じく60年には OECD に加盟し、資本が自由化されます。つまり、まず貿易の自由化の結果、今までこうね、貿易に対して介入できたのができないと。それから、えー、資本も外国の外資産業が入ってくれるようになるわけですよ。ということはどうなりますかまあ、はっきり言うと63、64というと何でかって言ったら後からやりますが、 東京オリンピックなんかが開かれた頃なんですね。そこでですね、やっぱりオリンピックでスポンサーなんかも呼んで外資をボーンと呼びたいわけですが、外国企業がどんどん来ると日本の会社が買収されてしまうじゃないですか。そこでですね、対応するたびに逆に言うと、企業集団といってある程度ですね、こう再び会社がね、まとまって対抗していくことになったわけです。これが60年代ということなんですね。はい。 ちなみにですね、企業集団、いわゆるグループと財閥の違い、ついでに話しておきますと、財閥は持ち株会社が中心です。企業集団グループは銀行が中心なんです。はい。三井、三菱、住友、ああいうふうなね、銀行が中心なんですね。では、次に行きましょう。ドン。日本国憲法に関する記述として、正しいものはどれか。はい、正しいものを今回選んでもらいます。A。 憲法問題調査委員会が作成した改正総案をもとにして、起草された法案が議会に提出された。B、制定に際して GHQ は天皇制の廃止を命じたが、日本国の、国内の強い反対にあって断念した。C、1946年5月3日に交付され、同年11月3日から施行された。で、法案は衆議院及び貴族院で修正の上可決された。 はい、今回は正しいものを一つ選ぶことになります。では5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい、では早速行きましょう。では A から行きますね。はい、A から行きますね。ドン。えー、憲法問題調査委員会が作成したあ改正草案ではなくて GHQ が作成した改正草案の誤りですね。 もともと日本側が作成したのはですね、えー、天皇の統治権などを認める内容であったため、GHQ はダメだと言ったわけですね。それが通称松本湾っていうね、松本常治さんという人が考えたものです。よってこれがバスです。で、主にマッカーサー三原則などを元にする草案を作ってくるわけです。B、えー、これはどうでしょうかドン。はい。えー、これ、えー、先ほど話しましたよね。 天皇制の廃止を GHQ は命じていませんね。だからこそ天皇は先般に指定されてないわけです。よってこれもバスということになります。そして C ですが、ドン。これはですね、交付が5月3日じゃなくて11月の3日。思考は翌年の5月の3日です。だからこれ月日と年が違うということでバスということになります。 よって答えがでーということになりますね。はい。では大丈夫だったでしょうか。では次行きましょう。